こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ水曜日になりましたので、はい、中身の配信ですね、撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。先日、はい、ブログ等々でもご紹介しているんですけれども、今週末金曜日から、はい、はい、パンツのイベントですね。アンダーウェア、ね、アンダーウェアのイベントをやろうと思ってます。はい、で、去年の7月かな。夏でした、ね、夏だったと思います。7月ぐらいにこううちのお店の壁を一面全部ねこうアンダーウェアというかパンツで埋めたことが実はありまして、はい、検索していただけるとおそらく出るかと思うんですけど、はい、去年の感じっていうのをちょっとリンクは貼っておきます。でそれから約1年経ちまして、はい、実際ね僕らも履いていて、1年近く経って少しよれてきたかなという感じもありますので、はい、自分らが買い替えるという意味でも、ね、前回ちょっと見逃したっていう方もいらっしゃると思うので、また改めてちょっとご紹介できたらなと思っております。はい、ブランド名がまず、結構読み方が分かんないですっていう方もね、多いので、はい、そうですね、はい、バラエル&ガーメンツというブランドです。で、基本的には、こうアンダーウェアそうですね、がメインのブランドですね。はい、ちょっと別注で T シャツとかねそういうのも作ってたりはするんですけど、今回は、アンダーウェアを、4型ちょっとご紹介 していこうかなと思います。はい、まずブランドなんですけれども、まずバラエルっていうのが、スコットランド語、スコットランドの中のゲール語っていうのがあって、その中で樽という意味があるんですけれども、はい、ウイスキーを入れておく樽ですね。うん、それがこう長い年月をかけて、色とか香りとか味わいとか、かなり大きな影響を、与えるっていう、ものになるんですけど、それと同じようにこう身に普段からね身にまとうというかデイリーウェアとして使っていただく、そんななんでしょうね、その人着る人自身を作っていく、重要な要素というか、そこに少しこうリンクするような考えを、テーマというか哲学というか、はい、コンセプトというかそうですね、として、作ってるというそんなブランドでございます。なので基本的にはこうなんでしょうね、高いこう機能性とか、あとはこういう美しい見た目というか、とか肌触り、本当に直接一番下のね肌に触れる部分なので、その辺は非常に、コンセプトのしっかりした元で作ってるというようなそんなブランドになります。はい、はい、そのブランドから、今回 1,2,3,4 型のアンダーベアをちょっとお借りしてきましたので、はいはい、そちらをちょっと今日はご紹介していこうかなと思います。はい、はい、それでは一つ一つご紹介していこうと思います。まずトランクスからご紹介します。はい、キルマーノックオックスフォードショーツですという商品名です、ね、はい、はい、本当にいわゆるオックスフォードシャツをそのままこうショーツというかトランクスにしたアンダーウェアになります。はい、ちょっとねこう粗めのオックス生地を使っていて、非常にこう通気性も良くて割とソフトな感じのタッチかなと思います。これ実際僕もね去年買って履いてますけど、非常に滑らか、あんまりこうガサガサしないですね。本当に非常に気持ちのいいパンツですね。はい、で基本的にアンダーウェアなのでそんなにアイロンかけることないとは思うんですけど、これもシャツと同様にそのまま洗いざらしで履いていただけたら、はい、いいのかなと思ってます。で、これに関して綿100なので、そのいわゆる肌が弱い方とか、はい、やっぱりね、あんまりこう化繊が入らない方がいいっていう方に関しては、この辺は非常にサラッとしていて使いやすいのかなと思います。はい、で、ちょっとね寄ってみるとこのウエストのゴム、これの作りなんかもね非常に面白いというか、このブランドならではというか、本当に肌当たりがいいですね。そう、こういう BB ワッフルゴムっていうんですけど、これが非常にこう伸びが良くて、そんなに反発もなく、蒸れもない
っていうのが本当にこのパンツのいいところかなと思います。で、まあ、あとサイドスリットとこのまあロッカーループっていうのがついてまして、まあもともとねアイビーリーガーのためにこうロッカールームとかシャワー室にこう引っ掛けるようなそんなループがついてるっていうのが、ついてるので、まあ、フックにかけてそのまま収納っていうのもできるような作りになってます。はい、はいはい、じゃあ続いてご紹介していきます。はい、ボーダリーズニットショーツ、ニットショーツですね。はい、ニットトランクスになります。まあ、まず何といっても生地でしょうかね。はい、まあ長長面のアメリカンシエラのコットン 100% の、はい、まあ、ショーツなので、まあ、どっちかっていうとこうちょっとサラサラっとした、だいぶ滑らかですね、だいぶ滑らかな、あの本当にカシミヤのようなこうサラッとした、肌触りかなと思います。はい、まあ、なのでそんなにこう締め付けもねそこまで強くないので、うん、まあ、あのいわゆるボクサーパンツ派の方でもトランクス派の方でも、はい、どちらでも履きやすいショーツかなと思います。はい、で、まあね、こう何でしょうか、かつて英国王室にはまあこうね綿製品はシーアイランドコットンでっていう、まあなんかそんなしきたりが実はあったみたいなんですけど、はい、まあそんな感じのこう DNA というか、まあ綿花の貴公子と呼ばれるね西インド諸島のシーアイランドコットンのまあ DNA を受け継いで作ってやる、はい、まあ、そんな一着かなと思います。で、まあちょっと細かい部分でいくと、まあこのボタン、ボタンです ね、まあ、これもこう貝ボタン、国鳥貝の貝ボタンの、はい、まあ、こういう天然素材を使っているので、まあ、基本的には同じものっていうのはありません。はい、まあ、まあ、ボタン、まあボタンなんであれですけどね、まあ、なんかこの辺もこう角度によってちょっとねなんか 色というか見え方も、ね、うん、変わってくるので、まあ、その辺も一つの魅力なのかなと。ちょっとしたところですけど、うん、高級感があると思います、ね、あっていいのかなと思います。はい、まあ本当にシルエットとしてはこうややリラックスフィットというか、はい、どちらかというと少しゆったりした、サイズ感、サイジングの、ニットショー、ニットトランクスになります。はい、はい、じゃあ続いてご紹介していきます。はい、アイラボクサーブリーフです。はい、まあ、いわゆるボクサー、まあ、ボクサーブリーフですね。はい、ですね。まあ、これも先ほどと同じように、まあ、アメリカンシエラのコット 100% のショーツなんですけど、はい、まあ、さっきと比べるともう少し肉厚な、そうですね、はい、感じになるかなと思います。うん、まあ、なので、まあ、先ほどのがどっちかっていうとこうちょっとゆったり履いていただくとすると、まあ、これは好みですけど少しもうピタッと履きたいっていう方はこの辺を例えば普段のサイズ感よりちょっと一つ下げて履くとか、なんかそんな感じもできるのかなと、できるようなまあサイズ感ですね、はい、になっていると思います。で、まあ、これも、まあ、そんなにこうピタッとする感じのショーツではないんですけど、まあ、こう密着感っていうのを少し抑えて、うん、まあ、食い込みづらいパターンといいますか、ね、あまりキュッとならないような、はい、そんな感じのボクサーになってます。まあ、ゆとりは十分つけられてると、うん、で、まあ、面白いのがこの何でしょうね、リブ、これはリブと呼んでいいのかな、まあ、ゴムですね、ゴムか、ウエスト部分、ウエストゴム、まあ、これをこう生地でくるんでるっていうような、はい、そういう作りになるので、まあ、ちょっとよりを今映像を入れると思いますけど、まあ、肌にこう当たる部分っていうのが基本的には全てコットンになるので、まあ、こうこれもねかぶれやすいっていう方に関しては非常におすすめのショーツになってます。汗が苦手な方で、そうですね、すごく嬉しい仕様だと思います。ね、はい、でこれは一応こう股間部分は前開きになってます。はい、じゃあもう一つ前閉じバージョンもご紹介していこうと思います。はい、じゃあもう一型ですね。はい、まあ、これも一応ボクサー型になります。スージングボクサーブリーフです。はい、で、まあ、先ほどご紹介したアイラと呼ばれるタイプと、うん、まあ、ちょっとね見た目は似ているんですけれども、こっちは、前閉じの仕様になってます。はい、で、まあ、結構似てはいるんですけど、まあ、違いをさ、まあ、挙げて言う
と、まあ、ゴムリブ太もものねこの部分っていうのが、少しこっちの方が長い、仕様になってます、はい、なので、まあ、基本的にこうちょっとゆとりのあるリブなので、まあ、そんなにこう締め付けがないっていうところ、うん、で、まあ、なので割と通気性もよく、まあ、一応ボクサーではあるんですけど感覚としてはちょっとトランクスの要素というか、まあ、そんなトランクスの開放感みたいなところもしっかり味わっていただける一枚かなと思います。はい、はい、まあ、作りはこれも変わらずアメリカンシーアイラのこと、はい、はい、蝶々目を使った非常に、履き心地の良い一枚になっております。はい、という形でご紹介してまいりました。はい、まあ、今回一応まあ店頭でイベントをやるんですけれども、まあ、オンラインの方にも一応ね、はい、アップはしようと思ってますので、うん、まあ、皆さんぜひね、はい、買っていただいて、来れない方はそちらから、そうですね、そちらから買っていただいて、はい、で、まあ、大体1個4500円と、まあ、5000円の2つの金額なので、はい、まあ、2つ買うと大体1万円ぐらいになるのかなと思うんですけど、うん、まあ、1万円買ってくださった方に限って実はスペシャルな、はい、スペシャルなのかな、まあ、まあ、トフのアンダーウェアといえばこれっていうものをねちょっとプレゼント、まあ、おまけでしようかなと思ってますので、はい、まあ、詳しくは明日のブログをチェックしていただけるといいかなと思ってます、はい、で、まあ、なくなり次第終了になるので、はい、あのぜひそれも合わせて、うん、まあ、この秋冬、まあ、もう少しね寒くなってきたらまたこう実際に洋服もね着れるタイミングっていうのは来ると思うので、まあ、それまでのちょっと準備期間として、はい、こうちょっと下からというか、まあ、見えないところから内側から、はい、揃えていくっていうのも一つ、まあ、ありなのかなというところで、はい、今回このタイミングでイベントをやらせていただいております。はい、はい、まあ、この動画を見ながらちょっとこうねイメージを膨らませて、まあ、実際にねこう下着を全部切り替えるっていうのもありだと思いますし、まあ、実際ね、まあ、定番的に作ってるアイテムなのでちょっと一回試してみるかっていう感じでもいいのかなと思いますので、はいはい、ぜひこの機会に、手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。はい、はい、じゃあそんな感じで今日は水曜日の配信でした。はい、はい、またお付き合いいただいてありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。